阪神トリス獲得。阪神が今季は四国 IL 高知でプレーしたラファエル・トリス投手36の獲得調査を進めていることが13日分かった。トリスはカブスを経て16年から19年まで阪神在籍。17年には37セーブでタイトルを獲得するなど4年間で208試合登板、13勝18敗96セーブ28ホールドを記録した。20年からの2年間はブルージェイズで計63試合登板、23年はメキシカンリーグでプレーし、今年4月の高知入団時にはまた NPB で投げられるようにアピールしていきたいとコメントしていた。高知では21試合登板で36回を投げ、1勝3敗5セーブ1ホールド、防御率に50の成績を残した。2019の時点でだいぶがたきてたドリスを2025年に使おうなんてどうかしてるわ。結局レンジャーズの時からの友達をひいきしてるだけやんこんなんで大丈夫かよ。ドリスってオリ時代の能見さんみたいなベタマルラの高知県投手扱いやないん。ドリス取るなら藤波越かけとけ話題にはなるやろ。寺にフォークチェンジアップを教えるためのドリスちゃうか、ゆるい球覚えたらかけるかも。ドリスは2軍の回し役と外人の高知県人やろ。スペイン語圏のコーチって考えたら、一つ潰してでもドリスの獲得はダイアリーやっぱ通訳挟むのとはコーチングも全然ちゃうやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。